ハンドオフで司令塔の相田に戻して、相田がフローターショット、ここは自分でセルフリバウンドから最後は収めていきました。5番のアレックス・デイビスです。右に39番ホールモネ・アレックスがいます。スレタには橋、長谷川がついていく。バウンズパスが通ってのモンゴメリー。ハレルソンから橋本、ハレルソンを使った。ハレルソンは外もあります。スピードスターのキャプテン村上信也、村上が入る。村上リバースレイアップ。池田対菅野、池田が回り込んでレイアップショット。これはタッチで決めていったのは最後22番の久武です。9番の野里が要求しますが、ショットクロックまもなく残り5秒、池田がジャンパー、ロングツー決めました。あ、このリバウンドは久武がよく取りました。リバウンスレイアップ、相手に流れを渡しません青森バッツ。マックス久武、久武対エリック・マーフィー、久武久武、このリバウンド久武がもう1回取りました。自らしっかり得点につなげていきます。後半の出だしです。0番の空いた、おーとボールを取った。11番の山内、今日が誕生日、アタックしていって決めました。外してしまいました。ここは決めておきたかった。こっからが早いトランジションバスケ、その象徴アレックス・デイビスです。ハレルソン対モンゴメリー、ポストアップ、押し込んでいく、押し込んでいく、このターンしてのショット、リバウンドはエチェリケです。バスケットカウント、福島は5番のトモリを投入。残り2秒、ホールモネ・アレックス、しっかりとカットインしました。もう一度常田、サードチャンス、アレックスから常田のコーナースリー、決まりました。素晴らしい活躍、この17番の常田。さあ、このファストブレイクは青森バックス、モンゴメリー、モンゴメリー、長谷川体を当てる、これもターンオーバーとなってしまいました。マックス久武、この試合のビッグプレーとなりました。このプレーです。奥ではアレックス・デイビスがジャンプをして喜んでいます。チョン・イボムがポンプフェイクを入れて、中のエリック・マーフィーには通らない。4対3アウトナンバー12番の、最後は池田が決めていきました。改めてブザーが鳴りました。創設10周年目の大改革。